にちは。こんにちは。始まりました。スワッチ。スワッチ。今回のテーマは、ドン。僕らの中村雄平。こんにちは。イエイイエイイエイ。はい。僕らのシリーズ第3弾。はい。山田哲人、村上宗隆に続き、今回は、僕らの中村雄平ということで、はい。聖捕手ムーチョについて、好きなところとか、好きなシーンとか、語っていけたらいいなと思っております。ボンクロさんのね、一押しの。一押しムーチョでございます。はい、じゃあ、恒例ながら、はい、中村雄平選手の、プロフィールからご紹介していきましょう。はいはい。1990年6月17日、6月17日まで。お、今月までや。はい。福井県大野市の出身でございます。あ、そうなんですね。僕には福井県大野市仕事で一回行ったことあるんですよ、うんうん、水がすごく綺麗でね、はい、あのめちゃくちゃいい町なんですよ、天空の城大野城っていうのがあって、ね、あ、そうですね。結構ね、僕もなんか夜中に仕事に入ったんですけど、うん、霧がすごいんですよ。へー。で、山の上にあるんで、はい、霧がガーッと出ると、はい、こうお城が天守閣が浮かんでるように見えるんですよ、まあ、天空の城っていうんですけど、で福井県なんで、ソースカツ丼が名物ですね。多分なのでそれで人工のグルメにあると思うんですけど、はい、で福井商業校の、卒業で、2008年にドラフト3位で、はい、フットサルに入団しております、はい、これまでというか、本日ですね、撮影の6月7日時点で1308試合、通算打率は2割4分2厘、うん、936本のヒット、はい、40本塁打、360打点という、成績でございます、はい、で正捕手として3度のリーグ優勝、うん、で1度の日本シリーズ優勝を経験しております、はい、で2015年、これが多分、はい、ムーチョとしての初優勝なんですけど、うん、ベスト9ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞を初めて受賞した後、2021年、2022年には2年連続でベスト9ゴールデングラブ賞を受賞と。すごいですね。で、2021年には日本シリーズ MVP を受賞、はい、で、翌22年から、ヤクルトスワローズ栄光の背番号の27番をつけているという、はい、なるほど、27番、買いましたもんね。買っちゃったっていうところなんですけどね、はい、特別な番号なんですか、やっぱり27番ってヤクルトは。めっちゃ応援してきた人たちにして、まあやっぱ90年代からのファンで、まあ、特に古田さんのこと大好きな人っていうのはやっぱり、うん、あの特別な番号だと思いますね。でヤクルトですよ、やっぱ位置がね、はい、そのずっとこう受け継がれていくスターの番号ですけど、はい、まあその前からもありましたけど、やっぱ古田さんによってその番号がぐっと上がったというか、まあ当然だからその中村雄平がつけるまで誰もつけてなかったわけですからね、はい、嬉しかったですか。あ、でも僕は嬉しかった。はい、その球団によっては永久欠番という考え方もあるんですけど、うん、僕はやっぱその背番号をずっと誰かが受け継いでいく、うん、一番 の, その系譜みたいなやつがすごいいいなと思ってるんで、はいはい、まあ、この時代の一番は誰だとこう喋れることが嬉しいから、うん、僕はそういう選手が出てきたことが良かったなと思ってますよ、はい、うん、っていうところなんですけど、うん、どうですか、キャッチャーの中村雄平さん好きなところとか。ヤクルトファンになって知った感じなんですよね。だからその、ああ、なるほど。見てなかったじゃないですか。はい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 。解散とかの解キャノンとか結構キャッチーだから知ってたんですよ。そういう、ああ、なるほど。そのワードとしてね。はい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 。で、やっぱタイプ全然違うじゃないですか。うんうんうん、で、なんかやっぱ中村雄平さんの方がキャッチャーっぽいキャッチャーな感じでした。ああ、でもね、そうですよね。なんか、うん、でもおっしゃる通りで、その例えばその、はい、そこまでそのメディアでね、メディア受けでバンバン取り上げられるとかっていうわけでもないし、うん、でもキャッチャーっていう感じ、ちょっとまあ地味って言い方したら悪いんですけど、はい、なんか淡々とやってるっていう感じはしますよね、はい、山田さんの時も話したけど、菊池と山田の違いみたいな。ああ、なるほどなるほどなるほど。甲斐と中村の違いみたいな。WBC の時もやっぱキャラクター全然違いましたね、うん。でも中村さんの方が、すみませんね、解散とか。中村さんの方が安心して見れた感じである。あ、その時はね。あ、なるほど、なるほど。でも、あるかもしれないですね。うん、ちょっとその、それこそ最近は采配、あ、采配じゃないよ。配球のことを、うん、それこそ古田さんとか、はい、谷繁さんとかが、なんかめっちゃ YouTube とかで褒めたりしてるんですけど、はい、やっぱなんかその、玄人受けするというか、うん、みたいなところはちょっと中村雄平の今の魅力なんかもしれないですよね。はい、その配球のとこ、とこっととかっていうのは、やっぱり素人にはあんまいまいち伝わってこない部分もあるじゃないですか。はい、難しいから、うん、専門的すぎるので。はい、だからそこでなんかすごい評価を受けてるっていうのが、玄人受けするキャッチャーなんかな、はい、まあ、渋いキャッチャーというかね、うん、なんかそんな感じも
するし、はい、なんかそのそこまで至った物語がね、うん、僕はなんか結構すごい好きやなと思ってて、はいはい、今でこそそういうクロート受けするっていうかね、うん、まあちょっとこう安定感キャッチャーになってますけど、はいはい、やっぱ結構最初はボロクソ言われてたらしいんですよかわいそう、 そうかわいそうやなと思ってて、はい、でだからこれこの動画でもこのチャンネルでも何回か紹介してますけど、はい、宮本慎也さんがヘッドコーチの時に、はい、お前がキャッチャーで当たれへんとか言われたりとかしてね、はい、やっぱ、ヤクルトってやっぱさっきも言いましたけど古田敦也っていうもうその像がでかすぎるので、はい、やっぱこのキャッチャーに対する重圧とか、うん、ファンがキャッチャーにする期待することっていうのが、はい、もう他の球団ももしかしたら大きいかもしれないんで、はい、なんかそこで戦ってきた、うん、ボロクソ言われながらもちゃんとこうキャッチャーとして成長してきて、はいはい、で2021年日本シリーズ優勝して MVP 受賞した時に会見で泣いてたじゃないですか、はい、そのヒーローインタビューで、はい、まあ、あのが良かったですよね、はい、あれもうグッときたテレビで見てて、そう、そういう物語があるから、うん、こうやっと報われたんだと、はい、うん、チームを勝たせることができたんだっていう、まあ、喜びと安堵の涙やったんかなと思ったりするんですけどね、うん、その辺が僕はすごい好きですね、うん、彼が、うん、だからその27番つけパッとつけたそのスーパースターとしてつけたっていうより、はい、もう泥臭く時間をかけてけたっていう感じなんで、だから応援したいのもありますよ、うんうん、もうこれ多分ねドラフトでバンって入って急に27番もらってたら、はい、それ多分すごい戦われたと思うんですよ、はいはい、そう分かれへんし、うん、でまあ、すぐせ、ね、活躍してくれていいですけどキャッチャーの時すぐ絶対活躍できないんで自分の中のポジションなんで、はいはい、 そこがねなんか良かったかなっていう気はしますね、うん、なんか打ってほしい時にやってくれそうな感じがしますよね、得点圏、そうですよね、仕事してくれそう、今年もそうなんですけど、うん、打率は決して高くないですけど、はい、得点圏っていうかチャンスに強いですよ、なんかね、ここのっていう時の集中力みたいなのが、うん、なんかやってくれるんちゃうかって、あとね、バントがうまい、バントうまいですね、バントうまい、ライアンか中村か、いや、バントってやっぱね、はい、見てる側としてはやっぱまあ、言い方あれですけど、うん、まあ、決めて当たり前見って言い方あれですけどね、はいはい、バント失敗したらごっつなえるでしょ、見てなりますね、おいってなるじゃないですか、まあ、それは難しいやろうけど、でもそこの安心感ってやっぱすごい技術やなと思うの、うん、で、だからこそ多分2番打ったりとかね、うん、6番打ったりとかっていうのもできるんでしょうけど、うん、そうですね、ちっちゃいですよね、やっぱなんか体ちっちゃい感じがする、うん、で、なんか構えるときに結構目にこう、そうそうそう、あの構え方がなんか僕は好きですね、なんかね、うん、いいかなと思って、でもあと、まあ、そんな泥臭いっていうかね、なんかそのクロート受けするような、まあ、プレースタイルっていうかなですけど、はい、なんか古田さんに27番くださいって近くダンパーしたりとかする、うん、なんかちょっとひょうきんな感じのね、そうなんですね、なんかキャラクターも僕は好きで、なんかテレビ見てても喋りも結構上手いんですよね、面白いですね、で解説とかも去年してました日本シリーズの、あ、やってましたね、そういえば、そう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 、そうあれはプレイヤーズケースとかなんかでね、はい、でも上がればもう将来も安泰ですよ、うん、またもコーチにもなるでしょうしね、食べるもまあでもいずれ、まあ、だいぶ先の話ですけど、うん、まあそれは監督とかにもなるんじゃないですか、キャッチャーとしてこんだけヤクルトで優勝を引き継いで、うん、ヤクルト優勝ねしたキャッチャーですからね、いい監督になりそうっすよね、うん、その自分がねこう辛い経験をしたことを生かしてなんかいい指導者にもなるんじゃないかなっていう気が僕はしてますけどね、うん、なんか今年はでも首位打者目指すって言ってましたね、なんかもう一個言うなら、はい、もうちょっと打ってほしいですよねやっぱりそうです、ね、2割まあもうそりゃ2割8分打ってくれたらめっちゃ嬉しいですけどでもやっぱもうちょっと気持ち打ってくれたらもういいことなんですけどやっぱこう古田敦也を見てきたファンとしては、はい、やっぱ古田さんリードもすごかったし、肩もすごかったし、守備も守備しよかったけど、でも打つキャッチャーやったんで、ね、もうちょっと打っておくれたら、いいことないんですけどね。せっかくでしょ、古田さんは。いや、まあそうなんですけど、まあでももうちょっと打ってくれたら、27番をつけてる以上、もうちょっと打ってくれたら嬉しいなという気はしますけどね。まあ、あとはもう、これは絶対もう受け継いでいきたいんですけど、うん、WBC ね、WBC、優勝した時のキャッチャーは中村悠平ですから、ですね、これはもう、絶対言うていかなかったですね。マスク取らへんかったから。マスク取らへんかったし、俺の時のキャッチャー誰なんだっていうのを、俺らも絶対言うていかなかったですよ、ね。だって、城島さんと里崎さんと、中村悠平しかないわけでしょ、世界一のキャッチャーっていうのは、うん。これはやっぱりね。すごいですね。大谷翔平、トラウト、中村さん。そうです。あと審判しか映ってませんからね。あの画面。いやー、すごいとこにいましたね。そうそう。これは言っていきたい。なので、中村悠平さんはね、ちょっとね、あのプライベートの方でというか、まあ、奥様の方がちょっとね、あの
ご病気もあって本当大変な中でやってると思うんで、うん、もうなんとか頑張ってほしいし、うん、なんかいい成績、まあ、チーム個人含めていい成績残してね、うん、なんか本当頑張ってほしいなと。そうですね、だからムーチョが良かったら多分チームは優勝すると思うんですよ。去年やっぱ痛かったよ、うん、ムーチョがねちょっと調子悪かったんですよ、ね。うん、でもねやっぱね今ねその若手がキャッチャー小川も内山も出てない中で、うん、頑張って毎日出てますよね。そうですよね。もうね、そうさっき言ったみたいなこう家庭というかね、うん、プライベートの大変なところもあって、うん、現場でちゃんとやってるので、うん、そういうところはすごい応援したいなというふうに思いますので、はい、はい、これからも、はい、中村雄平を応援していきたいと思います。はい、はい、頑張ってくださいね。頑張ってくださいということで今回は以上、はい、僕らの中村雄平でした。ありがとうございました。バイバイ。